万福寺は愛知県三好市にある浄土宗の寺院である。奈良時代に京都が旧姓観音を祀ったことが演言とされる。天元五年には大江城記によって演略寺の寺院、大城寺として会期、建立される。近隣の山地一帯を寺庸として流星を誇ったとされるが、その後水理する、京六四年大城寺の跡地とされる場所に光空見切りが、 念仏道場を建てて再興。この時に、浄土州西山派の寺都市、三号、次号を、関東山万福寺と改めた。漢文六年には、直願書の臨時を受け、三号を、現在の東北山と改称。文九元年には、鎮守として、唐立二天が、境内に先座し、三好稲荷閣として整備された。昭和十八年五月。 火災によって三好稲荷閣を含む道儀、古文書を失った。現在の境内は昭和45年の現本堂再建以降、復興、整備されたものである。三好稲荷閣本殿境内西には、寺の鎮守として、唐立二天を祀る、三好稲荷閣の本殿が立ち、その後方に並ぶ鳥居を進むと、奥の院がある。教法17年、地元の昭夜、 久の太郎衛門が古くから近郊で祀られていた稲荷の祠三箇所を合詞し、三好稲荷として陣取山に移した、文久元年に西太平藩主、王王けの依を得て、万福寺の境内に千座指道具が建立されると、西三河から終わり、美濃にかけて幅広い信仰を受けるようになった。上述の通り、昭和18年5月の火災で本殿が消失、仮堂での奉仕を経て、 昭和57年に原本殿が竣工した、三吉稲荷格取三吉稲荷格火大祭で奉納されるお上鎮三吉市、指定無形民族文化財火器大祭では、高さ11メートル、直径6.5メートル、重さ1250キログラムの御所型長鎮山頂を組み立てて奉納する。当日は多数の露店が並び、境内では地元に伝わる棒の手や祭り林の、 放納が行われ、夜には打ち上げ花火もある。蝶賃の放納自体は、江戸時代後期から行われていたが、当時は普通の大きさだった。昭和2年、新愛知が企画した、愛知県下、新住名所の第2位に三吉稲利角が選出され、それをきっかけに、地元の有志が高さ10.6メートル、直径6メートル、重さ1250キログラムの岐阜蝶一丁を同4年に、 奉納したことで、大城鎮祭りと呼ばれるようになった。昭和18年5月の本殿消失により、中断するが、同26年に復活。その後、前期の大城鎮が、昭和63年に1丁、平成5年に2丁奉納されている。なお、平成29年8月に、大城鎮のうち1丁が、世界最大の釣り庄鎮として、ギネス世界記録に認定されている。 愛知県三好市三好町八街家後、三好町市第一館では影響を4年としている。リンク先のページは打き2点の表記だが本項目では満腹寺での表記に合わせる。オリジナルの王冗賃は昭和48年に紙が張り替えられたが破損が著しくなったため新しい王冗賃の奉納と入れ替わりで使われなくなった。ABC 満腹寺 三好稲荷参拝のしおり三好町史第3巻 1998P561 三好町史第1巻 1978P385 三好、文化財伝統芸能三好史2016年9月19日閲覧新編三好町史別編 2007P92 三好の民族2011 P368 愛知県三吉市で最大の釣り提灯、ギネス世界記録。ギネスワールドレコーズ日本公式サイト。2017年11月14日閲覧。三吉大城鎮祭りの大城鎮が、ギネス世界記録町おこし日本最大の釣り下げ、提灯、ありがとうございます。